かがでしたでしょうか。おそらく効果的なやり方でないやり方をやっていたかと思う。いかがでしたでしょうか。おそらく違ったやり方でやっていた方もいらっしゃったかもしれません。ここで一つ腹筋エクササイズをする上で効果的なポイントをお伝えします。それは反動をつけないということです。回数を重ねようとするとどうしても最後の方は辛くなって反動をつけてしまいがちですが、反動をつけることにより腹筋でない足の筋肉などが活動してしまうので、実はその時は腹筋というのは活動しておりません。ですのでどうしても腹筋が辛くなってきた時も反動をつけずにゆっくり行うのがポイントです。それでは次回はこれもまた地味な腹筋下部のトレーニングです。楽しみにしていてください。